乃木坂46、衝撃の新選抜が発表。白石麻衣、27新センターに。生駒里奈、17は初めてセンターから外れる。乃木坂46新曲選抜メンバー発表。新センターに白石麻衣。乃木坂46の6シングル、タイトル未定の表題曲を歌う選抜メンバーが発表された。これは本日4月20日に京都パルスプラザで行われた乃木坂46の6シングル、君の名は希望発売記念全国握手会イベントにて明らかになったもの。メンバーには4月8日に行われたテレビ東京系のレギュラー番組、乃木坂ってどこ?の収録時に発表済みで、その際にはラジオ番組生出演のため収録に参加できなかった斉藤由里に電話で選抜入りが伝えられ、ファンの間で大きな反響を呼んだ。イベント終了間際に発表された今回の選抜メンバーは、フロントメンバー3人も過去5作のシングルから一新、白石麻衣、橋本七羊、松村しゃべりが前列に立ち、白石が初のセンターポジションを務める。この事実が伝えられると、会場のファンからは大歓声が沸き起こった。白石は今回初めてセンターというポジションに立たせていただくことになりました。乃木坂46が始まって以来、ずっと生駒、かっこ、里奈ちゃんが背負ってきた。私たちにとってはいわば憧れのポジションに立たせていただけることになり、大きな喜びと、そして想像もつかないほどの重大な責任を感じています、と挨拶。続けて思うことはたくさんありますが、ここはしっかり地に足をつけて、新たな乃木坂の一面を見せられるよう今まで以上に自信を持ち、しっかりと頑張っていきたいと思います、と、センターに立つ決意をファンに伝えた。また、八福神には新たに高山和美、西野七瀬が加わったほか、斉藤由里と共に東満里香もサードシングル、走れ、バイシクル以来の選抜復帰を果たした。過去5作でセンターを務めた生駒は2列目の中央に立ち、前作、君の名は希望、レイコマの両脇を固めたいクタイリカと星野南はそれぞれ2列目、3列目にポジションが変更となった。なお、6シングルの発売日など詳細は、追ってアナウンスされる。乃木坂46シングル選抜メンバー、1列目コロン、松村しゃべり、スラッシュ、白石麻衣、スラッシュ、橋本七羊、2列目コロン、桜井玲子、スラッシュ、生駒里奈、スラッシュ、生駒里奈、スラッシュ、西野七瀬、スラッシュ、高山和美、生駒ちゃん可愛いけどあまりにポンコツだからな、全列に肩入れてよ、ニンニンしろ、乃木坂四天王、生駒陥落、柏幸の若ワインのに、秋元の桃黒未来から押されてる、むしろなんで今までのこのセンターだったのかなど、これを見ても白石麻衣がブスと言えるの、橋本をセンターにしろ、6、7人可愛い残りブス多い、以前からあんな地上みたいな子がセンターが人気出るわけねと言われてたからな、まあ白石も影が薄いから微妙だけど、誰も知られずに弱コン、平成の広瀬涼子なのに、生駒の代わりは、アマちゃん、レイちゃん、この手の顔ってマンコマ黒なんだよな、いくかじゃなく、西野だろ、星野って運営直してたのに3列目なのね、まあ、年長3人組の方が人気あるから納得のいく婦人だな、星野と秋元は自己主張がなくて影が薄かったから八福神持ちも順当だな、生駒を落としてマイマイを入れたいところだろうけど、センターだったキャラをいきなりは外せないんだろうな、乃木坂46、白石麻衣、乃木坂46、白石麻衣、プリクラ、曲のイメージに合わせたのかな、乃木坂は選挙という名の人気投票がないのか、まあ当たり前だよな、今までのおかしかった、綺麗だけど個性がないんだよね、生駒は一般から見ても一目で覚えられるか、売る側は人気だけでセンターを考える役じゃないと、この娘たちを見て初めて思った、生駒ちゃんスクリームそっくりだな、松村人気って意外だな、江藤はどうした、こんな特徴のない顔でよくプリクラとか見つけられるよね、量産型というか、ただ可愛いだけの子ならいくらでもいるな、生駒は個性的かつ透明感がある、AKB より不な集団だよな、生駒イコール女のクリアに病って感じ、2年ぐらいに前の間にみんな溶け込んでいるな、生駒ちゃんのセンターから外すと他のアイドルグループと差別化できないだろ、生駒よりは可愛いからいいんじゃね、生駒より橋本と白石ってのはどう見ても可愛いだろ、しかし七福神でも家藤とか島を固くなに選抜に入れない理由がわからない、握手会人気の高いのを前列に持ってきただけか、というか上位4人だけで7割くらい占めてるんだな、西武の栗山みたいな顔してる、そういや2期生ってどうなったの、やったークソンコマ、橋本の秋筋が未経すぎる、前世紀の宮沢りえの再来だ、そもそも今まで生駒センターやってたことなくしに、こいつの何がいいの、生駒なんて何の魅力もねえけどな、今までのセンターがブサイクすんかな、またくだらない記事でスレだけやなんて、CM なんかでも自然とこの子目がいくな、男の前には薄いとボケた顔になるな、乃木坂は劇場もないのに数だけ増やしてどうすんだろうな、ケバイ、似てもいない、名前しか共通点がない W、やっと、ブサイクで下品なセンター落ちたか、AV に落ちるまでしがみついてろ、生駒いらね、と思ったら、2列目で、センター横にいるのかよ、ほんと、ご両親からと変わらぬザブサだな、乃木坂の NG スレタイにいるよ、いろいろ意味を持たせようとして、大変だね、あの界隈は、握手人数要員を増やして売り上げアップを目指します、橋本七羊をセンターにするとさらに人気が出る、生駒ちゃんはパニック障害なので許してあげてください、何回気にリッチかしたな、生駒はアブちゃんにしか見えない、どこが広末だろ、ちなみに成人組が前だと風俗にしか見えない、橋本七羊よりもユースケの方が未経じゃね、前のセンターの子の方がケイブスで分かりやすかったのに、乃木坂って AKB みたいにブスじゃなくて本当に可愛い子が人気なんだね、一番最初に濡れてるの生駒だよ、真夏って人気あるんだな、可愛いけどアリマンっぽい、風俗嬢にしか見えないの、当たり前やん、柏は学童優先でほとんどのイベントに参加してないから、CM にショートのブスが映らなくなるのは朗報、興味ない人間からしたら CM を当てろだからな、京都パルスプラザとかめちゃローカルやん、連中は昨日光みたいにのくすほどどうでもいい話、ソフィアでできたら大当たりレベル W、生駒、守備的にのけるだ落ちか、明日京都行くぜ、マイアンにおめでとう言ってくれぜ、生駒ちゃん好きだけどアイドルらしい1列目になったな、なんで桜井が人気あるのがわからん、センター変更なんて面白くもなんともない、メンバーはいつも同じ格好、たった3人の変更のみだからな、俺も最初にこの子に目が行ったな、俺の中では顔が立てながらよりちょっと顔が横にならないからな、芸能人の場合、売れてる子が多い感じがする、佐々木のぞみ、愛武咲一石、運営も人気の美男で太鼓マンにちびらきらしたか、生駒は三谷幸喜の元を目に見ているな、オードリー若林な、生駒ちゃん気に入ってるらしいが、障害者施設の患者に暴行する施設長っぽく見える、白石は小島みたいな暗いが良いだろ、センター直って生駒ちゃん退屈じゃねえの、生駒は、神奈川だから売れないわ、生駒はちょうどブス、たけしにそっくりでおぞましい、乃木坂は他の子はむしろ AKB より可愛いのに、伸び悩んでいたのはセンターの生駒が丸すぎたせいだ、AV のパッケージみたいやな、やっと少しまともになったな、生駒がセンターとかおかしいわ W、あのどんなかのブサイク W、お姉さん3人がセンターになったんだね、次は大人っぽい歌なのかな、生駒ちゃんは泣かなかったかな、白石って人はノリっぽい格好が似合わない、だから AV っぽくなる、コマのね、とかいうやつハンツやいかみたいなブサイクだったな、乃木坂のあの清楚を売りにしてるのがいまいち地味でパッとしないんだよな、今後ろからエチケティに抜かれる始末、冷静に見れば他面の方が可愛い気もするな、自分も最初は生駒に目がいったな、何か気になるんだよな、アンチも多いし芸能人向きかもしれん、注目されないと始まらないビジネスだしな、愛想も人気もない星野南からで選抜に残り続けているのか、理解できない、白石は AV 顔だよな、白石が美人と言われるけど不健康な黒顔にしか見えない、好みの問題もあるだろうけど、目頭のプロモのメイン2人可愛かったのに外されたのか、たまには変えてもいいんじゃない、SKE みたいに、センターは絶対にたまりなみたいな方がいいぞ、それがメルやつが多いわけだ、美人は数まって感じでアイドルとしてはなんだかな、やっと私的納得のセンター白石さん来たねって感じ、遅すぎたくないです、これで次のシングル伸びるよねー、なんでこいつが超美人みたいな扱いなんだ、生駒みたいな暴力とに分けつかないやつの持ち上げといい無理がありすんだろ、松村、浜は可愛いと思うけどさ、生駒可哀想だな、深夜番組でしか見たことないが、外写しタイプか、圧倒的に不利だな、美人だよね、ただ、確かに印象が薄いのは同意する、ダウンタウン DX と浜ちゃんが、こうかな、生駒がセンターの理由がわからなかった、これは実験みたいなもんだから、仲良くなれそうだ、でも生駒ちゃんもいい、乃木坂はただルックスの AKB と違ってルックスの良さと人気が比例してるのね、これが起爆剤にならなかったら解散も近いな、乃木坂はシングル曲で選ばれる、そんな常識だろ、確かに美人だな、センター向きではないような、AKB の小島みたいなポジションの方が合ってるんじゃないか、
あ、テルじゃなく美味しいだろ。小島も最近はあの小島から叩かれにくいな。08から09あたりはフロントで叩かれてたからな。俺は飲んだかとか最近のアイドルには詳しくないけど、ちょっと見た感じだと失敗するな。過去にも渋垣さんが役丸からも時にセンター変えたけど人気落ちたよな。理系でスタイルいいやつはセンターやらせてはじめ、小さくて可愛いやつにセンターやらせとグループのバランス取れるんだよ。美人だからセンターやらせロッテのは完全な間違い。白石って個人的に肩の上とイメージかぶる W。おいおいおい、これがセンターになるのか。W、どこのキャラ上だろう W。無理、どう考えても無理 W。白石麻衣は前田敦子と同じ身長だしスタイル的には大差はないんだよね。白石がショートならさなき大古風でインパクトあると思う。イコマナロングだったらよくいる普通の女の子だよ。インパクト欲しいならやっぱり髪型が大事。前田敦子を1億倍可愛くしたかな。一番可愛い。ここに入っちゃった人なんか可哀想だわ。イコマはキャラが面白かったのが良かった。白石は普通のキャラ。いるかいないかわかんない。何してもパッとせんな。白石なんて地上波レギュラー3本持ってるんだぜ。マーノミ坂の日選抜メンバー劇場が前からどこよりも悲惨ではある。イコマちゃんのせいじゃないよ。楽曲が悪かったからだよ。制服のマネキンから良くなった。逆にセンターを固定しないってのもありかもな。曲出すたびにセンター変える。まだ顔が売れてない時期にそれをやると認知度が上がらないという判断があるんだろうな。斉藤千春が今井選抜なんて、もうちょっと今風のアイドルのイメージに近づけてみるのもいいかも。親がソニーだし、PS3 でもアイマスには出てたんだし、今の飲み方って感覚が古くって、80年代のアイドル像みたいなの引きずってる感じ。セーラー服で黒髪清楚なタイプってもう絶滅だろう。夏アイドルなら戻るんじゃなくて、何か新しい方向性を出さないと、リッチじゃなくて、イコマちゃんは、横山なめからだとあんまり可愛く見えないが、真正面だととんでもなく美形に見える不審なルックス。ネットで画像検索してたら髪クラス画像がちらほら出てくるぞ。でも他の娘は、まあまあ可愛くは見えてもそれなりの面しかない。イコマみたいに髪がかった格がないんだよな。イコマリナでグってみたらスネーブスではのか。そこがいいんだと思うんだけど、それなのに AKB 商法で売ってるのが中華っていうか、イコマとかいうのは北洋のアブカワにしか見えん。今の飲み方のファンはやめればいいだけの話だな。制服のマネキンを見れば見るほどもったいなく思える。このままイコマセンターで行くと、落ち目の AKB を抜くから、秋元康がわざと外したとじゃ推してしまうくらいもったいない。若干メガロンパってるが AKB の誰よりも美人時計にだな。おにゃんこクラブに例えると新田から白石あさこになった感じ。1列目の3人はデカイな W。飲み方5枚目のシングルが HKT のデビューシングルに負けてるんだぜ。ここで手こ入れしないで。いつするの？今でしょ。これ見てイコマちゃんと飲み方に興味持ったんだけどね。僕は高山。いや、もう彼女は売れたな。俺の手から離れていってしまった。2回連続アンダーに落ちた。脳年もちょっとふっくらさせたさまな彼女をもう一度押し直すか。僕は脳上位羊ちゃん。メザイクなセンターかよ W。最初からトップ3000列にしとけよ。今頃かやな、強制よ足元。もともとこれまでの前列3人が人気実力考えてもおかしかった。そこがいいんだ。例えば親近感とかブログの内容を見ても日常にいそうな感じとか。その良さは、わかるし、そういう意味を置いてくわけにはいかんのだろうけど、商売になったら時代に合う考え方が必要なんじゃないかな。乗り坂46試合し、センター発売的に自分に自信持ちたい。選抜発表中にイコマが倒れ込むハプニングも発生。多分、センターって見た目もだけど心臓が重要なんじゃない？アイドルだったら自分の中心に地球が回ってるくらいでいいかも。白石センターいいな。歌とかはどうか知らんけど、どう見てもズバ抜けて可愛いじゃん。てか神ショートの子が全然美人じゃないのにセンターだったのか。ずっとイコマにセンターやらせて潰れるよりいい。まだ若いから一旦下げるのは吉。誰がなんと思うとイコマさんが一番です。AV の AKB パロディっぽくてええのに顔してるな。でも、今までセンターだった子は普通っぽくていいと思う。完全整形顔だな。AV 女優ってのはそういうこと。でも、あんまり売れ行き変わらない気がするんだよな。確かにすんごい綺麗だけど、チャレンジは必要な場合もあるけど、これはダメでしょ。失敗は誰にでもあるな。これは一番やってはいけない失敗。秋元ともあろう天才なのにやっているんだ。白石は、人気はあるな顔が全く印象に残らない。せっかくイコマのような超逸材をセンターに寄せて、羽ばたこうとしてる時に、突然の変説、クリスチャーノ・ロナウドをセンターバックにして、セルヒオ・ラモスをセンターフォワード、にコンバートしたようなもん。こんなことしたら、アホ監督って言われてすぐに解任されるのが落ち、飲み坂はイコマ一人のグループじゃないんだよ。元ヤンっぽい雰囲気の容姿とミスマッチで悪くない。というか最近のアイドルグループのグループ内での異常なライバル心とセンター争いってどうにかならないのか。オタの方もグループ内で派閥ができてるし、コロコロとセンター変えてグループから変え続けると、固定さんつかないと思うんだが、正直今までのセンターの子ってちょっと可愛い女芸人みたいでなんで人気あるのかもわからない。今回の子は純粋に綺麗だなと思う。でも多分 AKB が小島ひなではなく前田敦子だったように、グループの顔は綺麗なだけじゃダメなんだろうね。これでセンターだったんだね。今までの以上、最後はすなすなしく別れの挨拶。クソどうでもいい。イコマは寄り目だから仕方ない。俺は逆にセンターを固定しないでやってみてもいいと思ってる。曲を出すたびに変えるとかね。他のアイドルグループがやってないことに挑戦してもいいんじゃない？やってみてよかな。基本的ならまたどこかで固定すればいいんだし。新体制とか画像は、新年にやった CD ライブで AM4 時まで出た時のもの。時間的に18以上だけで出演してたやつ。それまで飲み坂はイコマが目立って興味なかったが、これ見て飲み坂が気になった。キモータにアピールするには、もう少し、お姉さんっぽさが欲しいかな。綺麗だけど中途半端。キャンディーズのランちゃんがセンターに来てブレイクした時の再来を狙ってるのはわかるけど、なんか包容力。ガタリマイ W。飲み坂はそろそろ水に DVD 出してくれよ。なるほど。やっとイコマが外れて満足。可愛いからいいんじゃないか。まあ俺には関心薄いけど、ちょっぴり寂しい飲み坂。ミニューシーの W。まあ、引き立て役も必要だろうけど、早稲田慶応東大は無視多いだろ。少しなんか低い大学のが可愛い子多いぞ。飲み坂ってみんな感情の神経が切れてるイメージだ。アイドルより一般人の方が可愛いとかもうめちゃくちゃだな。かっこ超。へばな。美少女すんてビビった。色白美少女路線のようだな。それでも白石より荒町春の若い頃の方がまだ上なのが悲しい。かっこ超。メンツ的にマインド変わらないね。飲み坂の売り上げはどのくらいなの？あんまり露出してなくない？イコマリナさんは近所のおばあちゃんにそっくりで親しみを持っていたので残念です。制服姿が似合いすぎてたまらん。制服姿があんまり乗えないな。かっこ超。あとに、3年の命だな。無個性グループがうまくいった例はないよ。せっかく飲み坂というなら世に浸透してきてイコマの顔が売れてきたというのにここで引き込めてどうすんだろう W。乗客枕からの同活でもあったのか。W、イコマって人気投票したら5位くらいだからな。センターは白石は橋本なんだと、制服路線はマネキンで一旦終了だな。センターに違和感を感じていたので、これでスッキリ。別にブスとかおっぱいとかね。アイドルなんだからそこそこレベルはあるわけよ。地元や学校では一番人気があった子が集まってるわけでさ。だから問題は所属かどうか。ということ、所属でなければ何の意味もないし、お金を払って応援する価値は全くない。色白の肌が素晴らしい。イコマはともかく白石は所属じゃないだろう。かっこ超。でかい窓際アイドルで所属の方が少ない。俺の姉ちゃんに顔が似てるから嫌だわ。画像が崩れたから今後行くかセンター。橋本センターの可能性が出てきた。ようやく最初のコンセプトを実行できる位置まで飲み坂が来たのかも。秋元が作るアイドルは下見姿とかパンチとか何か犯罪集なしてな。センター変えるならサードくらいからやってほしかったわ。そもそもの飲み坂のコンセプトが人気によって序列が頻繁に変わるみたいなものだったよな。むしろ遅いくらいだ。HKT が出てる CM 見ると極端にぶりっこしてるのがいても静か走るんだよね。気づいたらチャンネル変えてる。5年後は AV いるとか。飲み坂は AV 女優なおばかり揃ってる。カノちゃんっぽい人がいたのか。グループとしてのバランスがおかしくなった。後ろを捨てて前3人だけど一番乗させようとしてるな。解散が近い。旭川出身のリッチはどいつだ。イコマって子は声も変だし、少女っていうより少年だし、なんでこんな子がセンターなのか理解できなかった。やっとブサイク外れるのかよ W 遅かったな W。むしろピークの子に AV に売ってれば出演料数千万は行くし、AV 行くなら今でしょ。飲み坂は美人が揃っている。この子は綺麗だけど、印象に残らないと思う。スマップもキムタクじゃなく、中井がセンター。イコマ外すならセンターは行くかだと思うんだけどな。イコマってなんで押されてたのかわからんな。多分、一番瞬間的に顔覚えやすいから、一気はないリタイアだな。ガチで難関台を目指してるんだな。センターにするには、美人すぎる。白石も超絶美少女とか言われてるな。そこまでずば抜けてないわ。かっこ超。あれくらいなら街中でちらほら見るし、仲間由紀恵とか超絶美少女とか言えるのはそのクラスだろ。秋
橋本ちゃんが一番可愛いのになんで八福神持ちしてるんだ。井上さゆりおせよ。松村さゆりを命名しないでください。アキピーのお気に入りセンター。しかや、おた、なんでブスなセンターなんだろ。なんで人気いまいちなやつがセンターなんだろ。アキピーおたの声しか届いこますし、CD 売り上げいまいち。ソニーからてこいでを示唆される。握手人気面でフロント固める左アコンココ。フンみたいな曲を選んでフンみたいな歌詞を書きクソみたいな振り付けを依頼しフンみたいな MV を撮る。CD 売り上げ前作はれ。やっぱりセンターはイコマじゃなきゃ、ロンゴルフ。絶対的エース、カッコ、センター誕生。センターが務まるのはイコマか宝なだけだろ。深夜番組の AV タレントみたいだな。どうしてだろう。なんで飲んだかはビキニと書きないの。AV 女優みたいな名前だな。その人って髪で顔隠してるやつだろ。髪上げるとサイレンゴパンチ食らった顔が出てくるっていう。はい、飲んだかって全体がアイドルグループで目視の。ルックスなのにそこら辺の女子高生の可愛いとか。とんでもないギャグだろ W。笑われるぞ。橋本、松村、井上、西野とか可愛いのはいくらでもいるわ。華やかな娘たちに囲われてる地味な子がセンターっていうのが良かったのに。これがただのキャバクラの集まりじゃないか。それは個人的意見。こういう本当に綺麗な顔してるのをセンターにすると終わりが近いんだよな。なんでかこいつがセンターなんだけ誰もが思ってるくらいが売れる。初期の AKB よりマスクが良いのは揃ってるもんな。いくらもセンター晴れる素材だし、秋元康氏の恩恵がないとそんなアイドル売れないよ。白石センターのマネキン見たことあんのか。マスカツか。っていろいろなとこで散々言われてんのちがねえのか。センターは人柱。なんでイコマがセンターなの。っていう声だって多くあるわけだしさ。そもそも飲み高のコンセプトは選抜入れ替え多くとか言ってたわけだし、とりあえずやってみないことにはね。急に下品なグループになりそうだったな。イコマがセンターなら AKB と変わらないからな。で、どうして桜井がキャプテンなの。イコマってどんな娘だと思って検索したら、菊池亜美とかあの辺に勝てないとバラエティ出てもんだろ。網に勝てるやつなんてそうそうおらんだろ。ショートカットのやつだとしたらむしろ今までなぜお前だったんだと思うぐらい可愛くないよな。白石はファッション雑誌の専属モデルらしいが、カリナの方がまだ上。高山さんだっけ。 DX でダウンタウンに声いじられてた娘。あの子も選抜なの。イコマちゃん負けず嫌いな感じだから結構ショックかもな。菊池桃子もバラエティで活躍してるが、本体のアイドリングモデリーズも全然人気がならないぞ。 HTJ の CM でしか知らないけれど、確かにショートカットの娘は印象には残る。ただしあまり良い印象じゃない。ふん、そんなに可愛くないねくらいかな。飲んだかってのは全体的に印象に残りにくいね。他の CM くらいしか知らないけれど、この系統だと NMB のラウンド1は好印象だな。元気のある感じだし、ガーターだしで変な踊りとウインクするやつも白すぎ。 HKT は左遷させられたやつが言ったところってのは記憶に残る。 SKE ってのはもっと印象に残らない。なんで紅白でたんだか。菊池桃子って書いてあるのかと思った。飲んだかは名前だけは知ってるけど、一人一人の名前も顔もキャラもさっぱりわからんって人が大半じゃね。それ言ったらももちと菊池以外のベリーズアイドリングも知られてないわけで、グループの名前だけでテレビ出てるか個人の実力でテレビ出てるかの違いだな。イコマもこれでセンター奪還に抜けまくられるを覚えるのか。競争心が追って泣くとかなかなか作詞だな。やっぱりイコマをセンターにしないとな。非センターの美形連中は別にセンターにしなくてもやっていける。でもセンターじゃないイコマは価値が皆無になってしまう。白石麻衣は美人だな。性的な魅力はあんま感じない。美人度では劣る松井玲奈の方が抱きたいと感じる。そりゃそうだよねと納得できるかな。センターの方が周りのメンバーも安定するんじゃないの。よって高く手持ち上げないとダメな。このためにためには数年間犠牲になると。そんな怖いないよ。白石だったら橋本が行くか。松村のファンが不満を持つ。唯一イコマだけが仕方ないなとなるんだろ。やはりセンターはイコマしかいない。白石センターに不満持ってんのイコマをただけじゃん。他は皆歓迎してるつの上。イコマちゃんはみそかすだったんだろ。だからみんな生温かく見守ってた。でも白石がセンターになるとみそかすなセンターじゃなく一番人気なセンターという競争の世界になる。 AKB と同じになる。これからはギスギスしちゃうだろうな。白石じゃなく橋本松村センターという声はあまりないな。みそかす生徒学校を挙げて持ち上げてたら他の生徒は面白くないし腐るだろ。自分の都合のいいように解釈しすぎ。 A 丸 B の顔面からチビに変わった時と同じで同棲事務所が同じとか何かいろいろな事情あるんでしょ。イコマちゃんかわいそう。カモの長命ならより作って陰性するレベル。白石みたいなしわしわのふけ顔がセンターじゃダメでしょ。現実に別に誰も腐っていないし順調に売れてきてたじゃないか。イコマ脱落で白石か橋本でいいやん。今回のは DJ 2列目の両端と左から2番目のゴツゴツしたゴリラの噂が高くないだろ。あれ橋本と松村の位置チェンジしたのか。修正しまくりの雑誌でこれじゃロングはかなりブサイクだな。イコマ分かってブス具合がひどかったからしょうがない。まあ綾の剛みたいな顔がセンターじゃ売れないだろう。イコマちゃんは脱退してソロ活動したらいいよ。飲んだかってもう水に構成してるのあまり見かけないけど年齢的にも20歳前後の子もいるから大丈夫なんじゃないの。制服姿が似合う位置しか通用しないぞ。イコマがいないと飲んだかってわからない程度の認識しかありません。飲んだかのビキニみたいな AKB みたいに言えよ。それにしても毎回選抜メンバー発表のためにわざとらしくビリビリ泣いて新規臭い感じで丸々1回の放送を使う必要ないんじゃないの。さっきまでのんどこ実況を見てたけど金星が出すぎて見てらんなかった。こじはると初心を脱退したような顔だな。脇ならいいけどセンターはどうかな。イコマって顔立ちは悪くないけど何か動きが気象っぽくてな。喋りや言動もセンターやるにはあれなんだよね。もう少し普通だったらよかったんだな。解散近いんだろうな。全体として見た時の個性がなくなった。解散の後生き残る可能性がある3人もなんとか売り出そうとする夫人なんだと思う。しかし橋本にはあのチャラい彼氏が付きまとってる。男選びは慎重にしなければいけないな W。 イコマはアイドルっぽくなかった。少年みたいで年取ってあの見た目はきっいいよ。歌もダメ。2期生は横い。